7 5トル k w k 十七 l 二2 4読7 5トルコンプフワゲンコノン三十七 l 二十四は第二次世界大戦初期から末期にかけてドイツ陸軍が使用した戦車砲。設計、製造はクルップ社。合計7 5ト、mm、ルで24高形長の戦車砲。第二次世界大戦初期から中期の縫合戦車。 スリー号突撃砲、末期のスリー号戦車に搭載された。24口径長が示す通り短い方針長で、主に榴弾発射の不評支援砲として設計されたが、戦争初期の走行圧が薄い戦車に対しては、有効であった。しかし、重装甲を誇ったイギリス軍のマチルダ2、不評戦車やフランス軍のルノー B 一重戦車、 東部戦線のキロボルト -1 重戦車、軽車走行を取り入れた T-34 中戦車に対しては、刃が立たず、1942年3月頃から、砲号戦車とスリー号突撃砲が、新型超方針戦車砲に換装されると余剰となり、古い走行車両から降ろされた7.5センチメートル、KWK37 は、射程距離は限られるものの整形作薬弾を用いた、 対戦車戦闘も行えたため、中戦車としての性能の限界を迎えた3号戦車や他の不評支援車両を武装するために再利用された。3号突撃砲や不評支援車両に搭載されたものは、砲兵化の管轄になるため7、5cm ストック37と呼ばれる。7、5cm ストック37は、旋回砲塔に搭載しないため、角度が限定される。 画法家が旋回し、間接射撃用の小準器を備えている。薬室は垂直左線式閉鎖器を持ち、発砲後、自動的に薬莢が排出され、開いたままとなり、新たな砲弾を装填後に自動的に閉鎖される。7、5トルストック37との弾薬の互換性はあるが、7、5トル k w k 3 9や7、ートル KWK40 7.5cm パック4 7.5cm KWK42 とは薬室長が異なるため互換性はない。ドイツ兵からはその短い方針からスタメルと呼ばれた。グレーン 38HL は成形作薬団のため距離と貫通力は無関係シーベルト7 5cm KWK37 ありがとうございます。